だいけるよな。当たり前でしょ、諦めないんだから。清掃完了しました。ここはどこじゃ。超森の中じゃん。虫除け持ってきてないんだけど。二人は赤羽とエンジ、時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。というかなんでエンジも一緒なんじゃ。何その言い方、私は別に一人でよかったもん。まあまあ今回のミッションは難易度が超高いみたいで、二人で行った方がいいとの指令だったんです。難易度が超高い。は、はい。だったら余計わし一人で十分じゃろうが。それはこっちのセリフだっつーの。ちょっと二人とも落ち着いてください。こいつに先輩として雷を落としてやる。ほとんど同期だろうがこの分からずや。うげ、ありゃ、えなあ、えー、赤羽さん、エンジさん。巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシンリトライアイを使えば、リトライ、時間を巻き戻しやり直すことができる。おいエンジ、無駄にリトライを使わせるな。赤羽くんのせいでしょ。この二人で共同任務なんて無謀なんじゃ。あ、二人とも彼女が今回のターゲット、このみちゃんです。あ、こんな森の中に一人か。野鳥観察が趣味のこのみちゃんはこの森でバードウォッチングをしていたのですが、この鳴き声ってもしかして。その最中珍しい鳥の鳴き声が聞こえてきました。この辺りから聞こえたはずなんだけど、どこだろう。その鳴き声を頼りにこのみちゃんはどんどん森の奥へと入っていくんですが、そこで彼女を待ち構えていたのは、あ、何あれ、化け物。頭にサイレンをつけた巨大な怪物、サイレンヘッドだったのです。このみちゃんは必死に逃げるも、いやー、サイレンヘッドの細く長い手によってすぐに捕まってしまい、捕食され命を落としてしまいます。今回はそんなこのみちゃんを救いましょう。サイレンヘッド、なんだかわからんが久々にやりごたえのありそうな敵じゃな。女の子を食べるなんて最低、絶対許してあげない。あ、この音はサイレンヘッドってこと。行くぞエンジ、足手まといになんなよ。もう大丈夫よ、私たちは時空警察です。こんな怪物わしがぶった切ってやるわ。 ありがとうございます。赤羽さん、エンジさん、このみちゃんがまずい。くっそ、もう一回じゃ。意外とやるわね。戦闘能力は今までのミッションの敵とは比べ物になりませんよ。しっかり作戦を練ってからでもいいかもしれません。リトライ。3回目。あの鳴き声この辺りからしてたはずなんだけど。好み待つんじゃ、それは罠じゃ。罠っていうかあなたたち誰。好みちゃんを助けに来たの。とにかくここは危険だから一度離れましょう。ここまで離れればもう安心じゃない。結構遠くまで来たよね。でもどういうことなの、罠。詳しく話を聞かせて。この森にはサイレンヘッドっていう怪物がいるみたいなの。それが鳥の声真似をしてこのみちゃんをおびき寄せていたの。そんな、この森から私たちは出れるの。任せなさい、私たちはこのみちゃんを助けに来たんだから。って赤羽くんどこ行った。そういえばさっきまでいましたよ。赤い髪の子なら走ってったわよ。なあ、お前らみたいにチンタラしてられるか。わしが見つけてぶっ倒してやる。もう単独行動自由すぎだよ。この高い木の上から見渡せば奴の場所なんか一目瞭然じゃ。確かにいい作戦かも。この視界の悪い森の中で相手の位置を知るのはかなり重要です。やるじゃんか。あれ、あれだけ大きかったら目立つはずなんじゃけど、サイレンヘッドはどこにも見えんぞ。赤羽くん気をつけて。なんじゃ。今赤羽くんが登ってるのがサイレンヘッドだよ。音真似だけじゃなくサイレンヘッドは擬態能力もあるんですか。くそ、動けんぞ。環境に溶け込んで獲物を待つなんて敵だ。エンジ、すまない。まんまとやられちゃったのね。リトライ。その後も赤羽さんとエンジさんはサイレンヘッド相手に奮闘を続けるも、ここに逃げれば失敗。私に任せなさい。エンジ、全く当たっとらんぞ。失敗。えいや、全然切れてないじゃん。失敗。くっそ、
全然うまくいかん。雨も降ってきて洋服汚れちゃうし最悪。警察です。救助が必要なものはいないか。え、誰かが呼んでくれたんですか。警察だって助けに来てくれたんだよ。みんな早く行こう。ちょっと待つんじゃこの目。こんな山奥に警察が来るなんておかしい。しかもこんなタイミングで。やっぱり何か変よね。止まって、このみちゃん。誰もいませんね。もう行きますよ。待って、ここにいます。助けてください。ダメじゃ、ちょっと待つのじゃ。私たちから離れないで、このみちゃん。ダメだ、一心不乱に走っているこのみちゃんに二人の声は届いていない。助けてく。間に合わなかった。くそ、やっぱりあいつの罠か。死ぬんだ、死ぬんだ。人の不安な心につけ込んでおびき寄せる相当たちが悪いですね。わしがおとりになってやつを遠ざける。雨で体も冷える。園児たちはあの小屋に隠れてタイミング見て逃げろ。でもそんなことしたら赤羽くんは。サイレンヘッドは車にも追いつくほどのスピードで走るみたいですよ。ここまで来たらもう何でもやってみるしかないじゃろ。それにわしだってスピードには自信がある。任せておけ。おいサイレンヘッド、お前の相手はわしじゃ。捕まえられるもんなら捕まえてみろ。すっしゃー、こっちじゃ。こっちに来い。いくら俊足の赤羽さんでもさすがに無謀では。今は赤羽くんを信じるしかない。このみちゃん、私たちも出ましょう。いけそうじゃないか。このまま一気に園児たちと距離を離してわしも逃げ切ってやるわ。電線、もう街が近いのかもしれません。大丈夫なのかな。大丈夫だよ、赤羽くんはあんなのだけどちゃんといろいろ考えてるし強いから。え、赤羽さん、サイレンヘッドがいきなり動きを止めました。なんじゃと。おいサイレンヘッド、何をしておる。わしはここじゃぞ。なんででしょう、急に向きを変えて去っていきます。そっちの方向はまずい。ちょっと待って。え、嘘、サイレンヘッド。逃げるんじゃ、エンジ。このみちゃん、逃げて。あなたは。大丈夫、私はこのみちゃんを守るために来た。諦めるわけにはいかない。あ、雷。雨も強くなってきたし決着をつける。あんたなんか可愛くない。え、今笑った。何この音、動けない。そんな、くそ、間に合わんかったか。赤羽さん、諦めるのも手ですよ。今回は二人で調整するくらい過酷な任務です。未来を変えられる確率は100万分の1。偶然サイレンヘッドに雷が落ちるくらいの奇跡が起きない限りあんな怪物勝てませんよ。くそ、あ、電気、もしかしてそういうことか。聞いてますか、赤羽さん。クリアルートが見えたぞ、スマホ。あのサイレンヘッドに対して一体どんな方法が。園児と二人ならなんとかなるかもしれん。リトライ。こっちじゃ、サイレンヘッド。そんな、今度は園児さんもこのみちゃんもいるんですよ。園児、頼む。オッケー、そりゃー。エンジさんはどこ狙ってるんですか。ナイスじゃ、エンジ。よし、うまくいった。切れた電線が水たまりに落ちてサイレンヘッドが動きを止めた。まさか感電させた。あとはわしに任せておけ。まだまだこれからじゃぞ、サイレンヘッド。来い雷、わしに落ちろ。な、むちゃくちゃな。電気が苦手なんは気づいたぞ。雷？そうか、赤羽さんが鉄塔より高く飛んだから刀に落ちたのか。まだまだ、バージョンアップ、フォワード。これがわしの新技、スピードと威力100万倍の神速雷切りじゃ。刀に雷の電気を集めてさらにサイレンヘッドを感電させた。すごいです、2人でサイレンヘッドを倒しました。よっしゃ、これでミッションクリアじゃな。よかった、これで家に帰れるよ、このみちゃん。ありがとう、エンジ。うっしし、やったね。まあな、二人とも素晴らしいコンビネーションでしたよ。ま、結局わしの活躍があってこそだったけどな。うるさ、私の銃がなかったら倒せてないんだからね。ちょっと二人とも。ご視聴ありがとうございました。ド
りあえずリトライして、もう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。